はい、どうもゴルフ連邦です。どうもです。今日です。はい、今回は、とも、エースドライバーを決める、というような感じですね。前作の、この、パラダイムトリプルダイヤモンド、エースとしてましたね。うん、10.5 度。うん。で、ウェイトは、前2グラム、後ろ8グラムと、鉛を微調整。うん。して、ちょっと変えましたね。うん。最近。うん。前が、5とか8とか、うんうんうん、8と5を入れ替えたりしてやってます ね。まあでも前が5で後ろが8っていうパターンが多くなりましたね。これ 10.5 度にしたから優しくなって、そのウエイトの配置になったっていう感じで、うんうんうん、で、今年の AI スモークのトリプルダイヤモンド9度です、こっちは。うん、あの、シダの時から、9度でも上がる、ちょっと捕まるなっていうのがあったので、今回9度で、ウエイトは、これもまた同じく8と5グラム、まあ、どっちかにしてますっていうような感じですね。うん、まあ、ヘッドのウエイトだったりはそんな感じ、ロフトはそんな感じ。で、シャフトは同じやつで打ちますね。うん、去年からずっとエースのザイディ CQ5S です、うん。まあ、打ってるところ、もうこの2本続けていってもらいましょうかね。うん、はい。はい。どうぞ。先目だね。65.9。うん。1はやっぱ上がるよね。そう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 。上がるな。うん。64.4。はい。振って勝ちたくなるよね、本当に。でもさっきも振れってたよ。うわ、今ので 65.1 なの。今ので、うん、あ、これいいんじゃない。でもちょっと上いくね。ちょっとやっぱスピン入ってるね。 10.5 分かわかんないけど、うん、どっちが安定する。ちょっと今のところどっちもどっちだね。やばいな。あ、変だけど飛ぶやつじゃない。そんな高いことないでしょ。64.8。 はい、ちょっと立ててみました。うわ、強いな。球強っ。 66.9。 あ、おや。はい、見てもらいましたが、まあちょっと振り返っていこうかなと思いますけど、形状の違いどうですか？うん、そうね、新しい方ね、うん、がやっぱりちょっと大きく見えるね、前作よりはね、うん、
うん、上から見た感じが、やっぱり旧作よりかはこう平べったくというか、遠い面積が大きくは見えるの、聞く違うかな。多分後ろの上糸がさ、うん、側面上じゃなくて、このソールに来たっていうのもさ、うん、ちょっとこう、お尻が上がる、上がらないとか、うんうんうん、この綺麗にこう後ろに落ちてる、うん、前作ちょっとこう丸みがあるそう、ね、うん、から、そういうところもあるし、クラウンのここの前方の方はどうですか？違和感あります？最初違和感あったよね。この前作のトリプルダイヤを長く使ってたもんだから、逆にこっちの方がテカテカ見えちゃうんだよね。そうそうそう、うん、カーボンが前面に出てきてるよね、うん、そうそう、まあヘッドの形状的には若干優しく見えるようになったかなっていうのありましたけど、じゃあ数値なんですけど、うんうん、まあ、これ平均ですね。まあミスヒットだったりとかも含めてですけど、9球ぐらいかな、うんうん、打ったデータなんですけど、超互角っていう。初速も 0.5 もないじゃんとか、うんうんうん、そのレベルです。で、打ち出し角ももうほんとその、若干ロフトがほら 10.5 だったりとか、スピン量もね、もう100も差ないんですよ。うんうん、でトータルももう1ヤードもないぐらいなんですよ。うんうんうん、これ結果どうすんの、うん、ってなるんですけど、散らばりというか方向性で見たときに AI スモーク、うん。そうなの。曲がってません。うん、これどうなんですか？これは、僕もわからん。でも、まあこれコースに持って行っても打ち比べてるじゃん。はい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 、やっぱ全然違うよね。違ったね。やっぱりそのフェアウェイのどこかに残ってるのは AI スモークの方なんだよね。うん、まあ球のばらつきの方向性で言うとね、うん、まあある程度こいつは、ちょっと右少ないかなって感じ。あ、そうね。右へのミスが少なくて、うんうんうん、まあセンター中心に、まあ割と捕まりの良くなってる雰囲気、うん、でこっちは若干右出るかなって感じですかね、うん、この AI よりもね、うんうん、まあ方向性でも悪くないので、どっちもねやっぱエースとして使ってたっていう部分もありますし、うん、でまあさっきも言ったね、初速だったり飛距離性能ってもほぼ互角、うん、だったよねっていう感じもするけど、マックスの初速同じぐらいだった。うんうんうん、で、まあ、これスピン量による問題があるんだよね。まあ、いいとこ、シンクってスピン量も少なかったっていうのでね、最長はね、AI が、ね、280いくつって出てるけど、うんうんうん、どっちもやっぱり、ね、270近くいくので、うんうんうん、まあ、その点においては飛距離互角なのかなと思いますけど、まあ、でもロフトが違うんで、うん、まあ、9度なのに、粗さがなく、うんうん、前作の多分これ9度だと、うん、いや、それは差は出てるよ、やっぱり。一発は多分めっちゃ飛んでる可能性はあるよ。そうそうそう、同じ9度で、前作のトリプルダイヤは。うん、だけど、粗さが多分すごいと思うんで、そうだね、10.5 にしてやっと優しいねっていうところとかだったんで、うん、うん。うん、で、このウェイトを変えた理由っていうのも、やっぱこの AI の方が曲がらないから、うん、そして打ち出しが9度なのに高いから、うんうんうん、ウェイトね、8グラムを前にしたりとかするようになりましたね。うんうん、8と5グラムの。で、入れ替えてたけど、8グラムを前の方にして AI の方を使ったりとかしてますっていうことですね。だから、後ろ14にしなくても、うん、まあ、最近良くなってきたっていうか、打ち出し結構高さ出てるんで。うん、あとね、ミスヒットに強いのもやっぱこっちだね。うん、なんでか本当まっすぐ行ってるとか、うんうん、ある程度飛んでるっていうのがあったりしたんで、やっぱり AI の方がいいです。打感とかどうですか？打感はちょっと硬くなったかな、うん。音もちょっとするようになったかな、うん。前作の方が少しちょっと打感柔らかめ、うん、音もおとなしめだって、うん、まあそれが気に入ってたんだけど。いや、慣れたらめっちゃね、そう、慣れたら、良かったですけどね。その広いコースに行くと、やっぱりね、AI の方がね、打ってる感とか、気持ちよさはあるような気がするよね。うん。これ、好みなんじゃないかな。いや、ほんとそうだと思う。好みだと思う。うん。ここまで見て、まあ、方向性だけを取って、うん、じゃあ変えるっていうのももちろんありだし、まあ、その、ばらつきがね、そこまでその、旧モデルが、めっちゃ荒れるっていうほどでもないので、うん、人によってはね、変えないとかっていう。うんうんうん、答えもありますけど、どうですか、変えますか変えませんか。これね、同じだったらやっぱり新しいのにします。うん、
っていうのがあるかな。うんうんうん、まあ、ギア系ね、やってるんで、まあ、なるべく最新のね、うん、方、同じ飛距離だったとしても、まあ、曲がってないっていうのがあるんで、ね、うん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 、まあ、いいんじゃないでしょうか。多分もうこれで飛ぶのは決まりかな。うん、あの、だからこのパラダイムが前作合わなかったっていう人は、うん、10.5 度で打ってみてもよかったんだよね。あ、前作の方もね。うん、この新しい AI スモークと比べるのもいいけど、あ、前作の方をちょっと優しめにセッティングして。安く買いたい人は、そうだね。これ 10.5 試す。そう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 。これ売るんでしょ、ちなみに。売りますよ。売るのね。うん、ペイペイのやつ、うんうん。売りますから、これ。はい、友のやつ出ます。出ますよ、はい。はい。8度も出ますね。出ますよ。出ますね。まあ、もちろん前作もいいねっていうところはありますけどね。僕らはさ、たまにあの、手放すけど買い戻すときあるじゃん。そう。過去にも。そう。あの、エピックフラッシュサブゼロとか、コブラの LTX、うん、あと何だったっけ、ローグとかも買い直したよね。うんうんうん、いや、そういうのもあるから、うん、本当に。これも手放してまた買いたいってなるかもしれない。だから本当に共にとっては名機だったというところだし、うんうん、今作もね、うん、そうになると思いますし。今ほら、玉高く上がってて、このシャフトがタイミング合ってるから、うんうん、9度でいいけど、もしほら、弾つかまんないとか、もうちょっとシャフトしっかりめんだけど、っていう時に、やっぱりこれちょっと開くじゃん。うん、置いた時に。うん、これ 10.5 度にできるじゃん、9度を、うん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 。っていうのも、ちょっといいのかもしれない。そう。元がね、ちょっと弾上がりやすいからね。そう。ちょっと弾上がらない、つかまり悪くなった時期に、10.5 度にできるっていうのは、ちょっとさらにいいとこかな、とは思いますね。うん。改めて、前作が、うん、すごかったねって。そうだね。うん。っていう評価ももちろんし直したし、うん、まあ、今作もね、ある程度、少し進化が見られたというかね、友が新しいものに変えることができて、うんうん、私は良かったのかなというふうに思いますね。うん、以上ですかね。はい。はい。ということでした。はい。はい。ありがとうございました。